上野八幡宮、上野八幡宮、菊川ですね。まあ新南陽ですね。いやー、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も多忙量よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も猪間 TV をよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一件更新しました。更新した。友達が馬乗ったっけ、それをいくつ。上場バックラム。はい、来た。よいしょ。はい、1月1日。次回は節分祭があるんやね。そうだね。こういうイベントがあると。いろいろあるってことだね。節分祭。次にもうね、6日から初詣のお客さんもいらっしゃらない。そうだね。ほんまや。でもまだ6日やけ、初詣できると思う。まあまあ、それも兼ねて、そうね、初詣も兼ねてきました。そうそうそう。容量がいいってことだよ。確かにそうっすね。意外と人いないですね。いないね。じいちゃん。だけど、元旦とかはすごいんだよね。元旦すごい。やっぱりやっとくいいね。あ、これやり方があるんですよ。水がないっすよ。水がない。あ、これを。じゃあ、猪間君に正しいやり方を。左手を洗う。はい。洗って。はい。洗いました。左手持ち替えて右手を洗う。はい。じゃあ持ち替えて右手を洗う。詳しい。はい、両方。僕は右手に持ち替えて、左手に水を受けて、口をすくう。あ、書いてるやん。水道代の無駄やから、多分節約されてます。うん、なるほど。また一つ賢くなったね。はい。いやー、ここは来たことないな。ここないね。うん。結構来てるね。おー、今年のですよね、これ。あ、すごいね。すごい。あ、すごい。あ、これはすごいね。エトか。エトでも珍しいね、けど。ああ、エトか。てか、ネズミでか。それ、犬やからね。あ、犬おるよ。あ、ほんとや。あれ、毎年設定していくんよね。すごいね、これ。チェーンソーアートやね。ああ、チェーンソーアート。そうそうそう。あ、すごいわ。チェーンソーアート。これはすごいわ。犬。おさ、おさえさんしよう。はい。とりあえず、犬は普通にやり。あ、はい。うん。俺、ちょっと今日再開されたんで、ちょっとまた今度来ます。あらら。はい。犬は変わりない方が。はい。じゃあ、視聴者の人のために、お祈りを。終わりました。勝手なこと。僕が触ったお金を視聴者プレゼント。何を言ってるポカーンじゃないですか。まずお礼ですよね。ん、まず、いや、さっきお金入れるよね。お金ってじゃあだよ。はい、正しいやり方。なんか違う。これでもう呼び出したの。それでお正が来るよ。お正が来る。お正が来るぞ。もう年末早々、年明け早々、お正のモノマネさせよ。ってのは NG です。なるほど。これあれやね、透けてる。あ、奥にあるんだ。これ、鏡だとも違うっていうね。これやら、選挙手話。あ、そういうこと。選挙手話までで、手話お怒りになられます。え？これ中に。大丈夫ここも。はい。あ、そう、ちゃんと。ちゃんと入れるってのは偉いですね。何倍だ？1円。言わんでいいか。
なんかポストがある、ポストが。妖怪ポストや。鬼太郎やん。ここもお賽銭入れるみたいな。いや、マジで。すげえ欲張りやん、神様。いや、なかなか味がある。神様の先祖が。こういうとこあれだよね、だいたい御神木とかあったりするよね。でっかい木があって。これは変わってる。ひょうたんこや。ひょうたんこ。ひょうたん池。変わってるね。うん。これはな、すごいね。水が入ってない。うん。まあ、峰の弁天池に比べたらね、しょぼいかもしれないですが。はい。まあ、こんな感じでしたね。うん。はい。はい。まあ、普通の神社でした。そうですね、普通の神社、まあ、強いて言うなら、変わった彫刻があった。あー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 、あれはすごいね。あれはすごい、なかなかない。あれはなかなか他では見れないっていう、ね、それだけでも来る価値ありという。そうよね、ありましたね。よし、じゃあ締めてもらいましょう。締めて締めて締めの一本よー、オッケー。じゃあ今年もね、初詣に来たってことで、もうはい、まあね、いろいろ頑張っていきたいと思います。神様に託して、イノマ TV よろしく。イノマ TV 僕の TV を見てください。よろしくお願いします。面白い動画上げていきます。ここでは本当、ここは初めてなんで、うん、初ですよね。うん、ちょっと奮発してね。あ、嘘、いい効果だもん。そんなことない、別に。あ、そうだよね。ちょっと届かんかもしれない。奮発って、いや、500円しよう。今日これなの。奮発でも500円。奮発500円でしょ。え、いやいや、あ、マジで？それ、それ。あ、入れる？それ。そんなことないやろ。それやめとったら、今後何があるか分からんから。いや、でもやっぱり1年に1回やし、ああ、やっぱその、これもご利益欲しいからさ。まあ、そうだ。神社にこう、お金を入れれば入れるほど、ご利益があるんじゃないかっていう、勝手な考え方。ああ。やめた方がええ、大丈夫？え、マジっすか。そんな、嘘やろ。いや、さすがに嘘でしょ。よりよ？あ、マジで。え、嘘、嘘、嘘。マジで？ああ。あ、入れたの？入れたもん、入れた。マジですか？それはもう、お金持ってるから。すごすぎるわ。お金持ちすぎでしょ。マジか。すご。これは井上さんも真似して。いやいや。はい、見えない、見えないですね。はい、今から2人のガチ勝負です。目隠しして、白線を沿って走っていきます。で、まっすぐ見事に走っていけるか、見よう、見よう。ちなみに勝った方は賞金、賞金が出ます。ガチの戦いなんで。最後のぶっ飛ばお前だよ。
大丈夫かい。エマくん、もうシュンくんだいぶ進んじゃったよ。あ、違う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 。おい。何何やってんのよ。ああ、もうシュンくん。こっちですよね。あ、いや、反対反対。シュンくんだいぶ行っちゃったよ。シュンくんもうゴールしちゃったよ。イルマくん。はい、おめでとうございます。全然やんか。いやー、いい天気やね。絶好の。こっちじゃなかったっすね、道ね、ちょっと。ああ、まあね。こっちじゃなかったわ。ドロー。ね、なんかある？ここに、多分ね、キノコがある。キノコ。山があるんよ。ないやろ、でも。まあ、秋やからね。さすがに、でも登るとこなくないっすね。いや、探したらあると思うよ。あるよ、うん。こんな道路脇にはないでしょ。まさか。いや、ここあるんよ。あるよ、ね、なんか、ネットで調べたら、なんか、ある。マジっすか、キノコ。なかなか難しいね。あるある。木しかないけどね。キノコありそうやけどね。ないでしょ。いや、あると思うよ。ありそうではある。ただ、気をつけなきゃいけんのは、毒キノコと間違えたけど。それは。それはね。それで下手したら死ぬから。それ大前提やん。病院送りよ。病院送りやで。あ、なんか車止まってるの。あるね。客がいる。いや、釣りか。どう考えても釣り。見てキノコ釣り。キノコ釣りじゃないんじゃ。いや、ここあるんやけどな。ない。ありましょうよ、もう。いやろ。まあ、どうせこっち行かんと、周りんけさ。そうからさ。まだね。だったら松茸が欲しいとね。あ、公園じゃない？あ、階段があった。急すぎるやろ。なんかあった？あったあった。急すぎるやろ、ちょっと。行ってみる？残れよ。いや、でも上あるんじゃないかな。まあ行ってみようか。立ち回るじゃん。行ってみようか。あ、あるね。道あるね。なんでいいやろ。無理や、キノコはもう。なんでそんな乗り気じゃないの。ああ。あるわけないよ。無理せん方がええじゃん。危ないじゃん。ああ、確かに道あるね。ないよ。急なんやから多分ある。無理だな。急やね。うわー、急やね。あ、でも早いや。なんでそんな乗り気なの。めっちゃ早いやん。あった？ないない。ないない。らしいの。あ、あるんか。腹減ったよ。ないね。あ、あ、え、いや、嘘や。マジで？マジであった？あった、あった。早く、キノコポテトグラタン。ポテトグラタン。嘘。なんでこれ？これ多分これ嘘やろ。嘘やろ。毒キノコやろ。あったの？色黄色。黄色。え？ちょっと派手ないけど、毒キノコかもしれない。黄色。あ、これ倒れる。黄色いキノコ？これ。え、あ。あ、これキノコ。ほんとや。あ、キノコだ。マジか。大、え？マジで。キノコ。食べてみ、毒。毒がある。毒あるかもね。うまいね。うん。キノコじゃん。キノコや。キノコや。キノコじゃん。やった。やった。ポテトグラタンや。持って帰るわ。うん。ああ。もういいのね。帰って料理しよう。うん。はい、今からね、屋根の上で鬼ごっこをやります。で、鬼は
撮影者のカメラで、俺ら2人は逃げます、逃げ惑う逃げる、逃げる、タッチしたらもうその場からいなくなる。またでやってみましょう。さあ行こうか。やばい。てか普通に怖いんやけどこれ。怖。河原怖いんやけど。うわ。ちょっと眩しい。逆光はやめ、逆光はやめて。真ん中きついよ、真ん中きついよ。死で逃げるしかないよ。いやいや無理だよ。ちょっと最後、あ逃げた。待てー。じゃあもうしゅんくん行こうか。オッケー、はい、タッチ。意外な。意外な。はい、生くん。ああ、生くん諦めるんだ。生無理や。はい、はい、タッチ。ああ。いやー。やられたー。これ場所狭いからすぐ。場所狭いからすぐ捕まるやん。いやー。逃げたけどね、結構。怖かったー。結構頑張ったよ。はい、まあこんな感じっすかね。こんな感じだね。あーしゃー、じゃあ新年絶対勝てるやろ。まあこれあるんで。あ、パチンコ？うん、ちょっと待っちゃってや。あー、分かった分かった。いらっしゃい来るけ。あー頑張って。どうやった？どうしたん？どうやった？勝った？勝った？一戦目なくなったわ。嘘。え？マジで？だって前さっさ持ってたんさっき。もう負けたんか。ああ、もう100円がある。100円。1個もなかった。もうさすが。もう最悪や。帰る。もう帰るしかないやん。もうだ。うん。いけよ。行こうか、カメティ。徳山。ここは徳山やね、うん、結構久しぶりに来たね。猪間くんじゃね。え、猪間くんゴール。さっきパチンコ行ったやん。パチンコ行って負けたやん。マジで。なんでおるの。え、まさか隠しにしよう。隠れてさ、うん、違うぞ。ないこと悪いな。あいつさ、パチンコ負けてさ、うん、あ、ごめん、調子したらごめん、はい、あー井上くん、それはあかんで。どう？ちょっと待って、それバレんよね。うん、マジか。なんだかね、負けたからって普通いかんよな。そうじゃないと思いたいけど。あ、出てきた、出てきた。なんか封筒。おい、よーい、おーい。いや、箱見たやろ。何が？ここやったやろ。入ってないよ。え？あ？それ何？それ何？俺の金やから。え？何ですか？これ何？俺の金ですよ。アコムの封筒やん。金やん。借りた。借りてない。何？まさかパチ屋で負けたから？負けたからってもう見ちゃったんやから。証拠ある証拠は。昔
金ないやけえやん、別に6社ぐらい借りとるもん。え、こっちも持ってると言われましたもん。もうちょっといいやろ、またパチンコ来て取り返すんやけ。やばくない？やばいやばい、あいつはやばい、破産する破産する知らね